はい、こんにちは。こんにちは。今日は、まあ、最近なんかプロ叩き上げ通用するのか、チャンピオン見渡したらさ、ほぼアマチュア経験者じゃない、うん、今世界チャンピオンでいうと、まあ、中谷潤とはアマチュアってアンダー15出身か。中学生ぐらいからはもう最低でもさ、ボクシング付けじゃないと勝ちきれないんじゃないか。ちょっと見ながらでもいいね。伊藤君が叩き上げたんですね。そう、18から今のトップどころの選手でいうと、叩き上げっていうと勅使があるわ。ああ、はいはい、そうだね。今日本タイトルも日本のベルト持ってる人見渡してみたら、古橋君は叩き上げ、まあスタイルは叩き上げだよね。松永さん、だから松永と古橋君しかいないよ。あと福永、スーパーフライ級の福永、ああ角指の、角指の、はい、は、まあ、叩き上げっぽいスタイルだね。ちょっとアマチュア力あんのかどうかわかんないけど、他の選手たちはみんなアマチュア力あんね。広告版に書いてない、もう書いてない。だから今この日本のベルト持ってる選手たちをバーって見渡してみると、福永、古橋、松永だけだね。あんま歴ないの大変な時代ですよね。恵比寿はこう見えてアマチュアエリートです。アマチュアエリートじゃない、国体だっけ。国体取っただけです。そう、緑級で取ってる。緑級って何人だ。いや覚えてないの高校生で緑級っているの。いるわおったわ、ちゃんとエントリーした時点でなんかベスト4とかじゃないの。ちゃうあ、でももうみんなだわ、ほんとだわ。あまりいないのいないわ、東洋、あの WBA アジアとか見てみても。だから栗原啓太、まあまあまあ、まあ、この間取られちゃったけど、まあ取られちゃったけどね。で、勅使河原、うん、ほんとだ、叩き上げいない。あら、こうやって見てみたらいないわ。自分たちの時代ってあのヘッドギアつけてグローブつけてっていう、だからスパーリングにみんな強かった。アマチュア選手ってスパーリング強くて、でもう実際試合になると薄いグローブでバンテージ固めて、でヘッドギアなくてっていうので、結構それであの一気に硬くなる選手が多かったけど、今アマチュアヘッドギアなくなったじゃないですか。ないんだよね。だからこれからどうなるかが、だからアマチュアの選手叩くときはもう、と叩き上げるときはもう1ラウンド目からいけっていうのは、もう1ラウンド目アマチュア選手結構硬くなってること多いからっていうことを言われてたんですよ。あ、自分ね、だから本当に俺のやってた20年前のアマチュアって言ったらそういうイメージ。だからまあアマチュア出身の人とも試合したことあるけど、どっちかっつうと、まあボクシングはうまいけど、まあこっちは喧嘩やってきてんだよぐらいの、そういう意識、ずっと圧かけておけば折れてくるっていう感じですよね。でもう強いパンチ、もう不格好でも叩き込んでっていう、イメージだから、まあアマに対してはそういう、なんて言うんだろう、もう俺たちはノーヘッドギアでハチョンスでやってきてるからぐらいの、あのやつで持ってたんだけど、今の選手たちもね、今アマチュアの人たちもね、それでやってんだもんね。だから昔のアマチュアってもうちょんと当たれば、ポンと当たればだけでもう1ポイント入ってたから、だからもうみんな当てるのうまいんですよ。タッチゲームみたいな感じでパン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 当てるうまかったから、だからあのもう最初こうペース取るのがうまかったですよね。だけどもうプロなんてそんなパンチもらっても関係なくで、そうそう、関係なくいくね、行っちゃうから。でしかもあの昔のアマチュアってルールめちゃめちゃ厳しかったから、めちゃめちゃみんな綺麗なんですよ。あ、でもプロってそういうの頭ちょっと低かっても関係なくて、ちょっと不格好な感じでもううわー詰めてくるじゃないですか、ああいうのに崩されて戦ったことないから、そんなあんまりにやられるっていうのはよくあったんですけどね。だって確かあれだよね、これ記憶違いか分かんないけど、新田さん、はいはい、ニーラさんもそのアマ歴あるとかじゃないんだけど、まあ一回そのプロになる前に経験としてさ、アマチュアの試合出たことがあって、反則負けだよね。オープンかなんか、確か反則負けだなって。それもだからオープン何回かやったらもう反則負けとか、あとこうやって頭入れただけでアイストップってなるんでしょ。そうそう、だから負けみたいな。昔のアマ出身の子頭下げるときこうやって顎出すんですよ。ああ、こうやって顎出して、あのこうならないように、こうなったらもうバッティングってなるから。今はだから健康組がもうすぐアジャストしやすいようになってるってことな。アジャストしやすいでしょ。だから今はじゃあこれでアマチュア反則になんないの。ある程度薄くなったらしいですけどね、そこまで情報はないけど、でも、まあ、昔よりかはもう緩くなってる。全然で、アマチュアの練習
もうひたすら実戦、もうずっとマスとか、ずっともうタッチゲームだったりマスだったり、もうずっと対人練習、ずっと。で部員をグループで分けて、もうずっとそれをやらせてるみたいな。まあ、だからシステム上そうなっちゃうよね。トレーナーが一人ついてみたいなことできないことでしょ。そう、だからそうだ、ね、部活っていうのであるでしょ。先生しかいないから。だからそこの学校の中でもふるいにかけられるわけじゃん。ね、毎日毎日、うん、実践だよ。で大会に出たらそこでまたふるいにかけられるわけじゃん。そこの残った選手たちがプロに入ってくるでしょ。それ無理だわね、叩き上げ。普通にやったら無理。ただまあここである程度4回戦のルールっていうのが決まってて、要するに新人王トーナメントで、新人王トーナメントのルールっていうのはさ、アマチュア、これ記憶違いかもしれないけど、アマチュア20勝までとか決まってんの、新人王にエントリーできるのは。そんなのアマチュア50勝ぐらいの選手来たら誰も勝てなくなるから、うんうんうん、でもちろんエントリーした選手たちっていうのは一戦一勝の子もいればさ、3勝5敗とかの子もいるわけじゃん。でアマチュア20勝の子とかもいるわけよ。だからそこはくじ引きでトーナメントをやるんだけど、もうブロックを決めてる。例えば一戦一勝の子とアマチュア20勝の子は初戦には当たらないとか、だそういう気を使ったトーナメント表を作ってる。そうじゃないとまあ無理だよ、これだけもう、うん、経験してきてるやつには勝てないからって言ったってね、そういう子たちが必ず優勝するともう全然限んないじゃん、うん、まあそうだよね、うん、リブートジムの富岡選手も圧倒的優勝候補だったわけでしょ。負けちゃったもんね、うん、だからまあそうやって分かんない部分がある。ただ50勝60勝は別格だと思う、うん、アマチュアはとりあえず戦績多ければ多いほどもう勝ち上がってきてる選手ってことだもんね。いやもうそうだって100戦超えてる選手とかいるんですよ。要は勝率が高くなかったら戦績が多くならないってことだよ。もうならへんならへん、そんなに。ああそうか、うん、でも上がってきてる選手ってことですもんね。そうだよ、ね、確実にただね、まあ本当に、アマチュアやっぱそれだけの40戦50戦やってきてる選手っていうのと、まあプロでも15戦20戦ぐらいやってれば全然勝負できると思うけど、それを15戦20戦勝ち抜いてきてる選手だよ。ただやってればいいってわけじゃないけど、ただそのアマチュアの今どん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 今度6回戦定権からどんどん出てくるよ。なんかやばい選手いっぱいいるよ、うん、てかなんかもう定権と大橋にほぼアマチュアエリート揃ってない。そうだね、そこで対抗戦やってくれればいいんだけど。そこの要因に駆り出されないようにしなきゃいけないわけです。だからもう今そういう選手たちがだから外国人をやっぱ呼ぶんだよ、うん、外国人呼んでキャリアを、またプロの中でもキャリアを積ましていくっていう。ただ やらないもんね、そんな普通やらないよ、うん、あとはよっぽどファイトマネーの何倍っていうお金を出すか、うん、だから今こういう選手たちが逆に今試合がなかなかできない状況だと思う、アマエリートって言われてる選手たちが。でもその中でもさ、だって小川健一なんて天候組でしょ、日健だね、日健から。で伊藤正幸だってノーキャリアじゃん、あんま手しがらも、うん、それでね今だから、まあそういうロマンはあるよね俺ら。でも今どん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 こういうやっぱ井上尚弥効果だと思うんだけども、こうやってお父さんがさ、うん、ちっちゃい子供たちが今ボクシングやってるじゃん。だからこのちっちゃい頃からやってる子たちに、じゃあ高校生になりまして大学生になったら、まあ高校卒業してボクシング始めますっていう子たちもいるわけじゃん中で、うん、それがそれに勝つってのは大変だよね、うん、それまでにやめるでしょそんな長くやってた。でも叩き上げで勝ち続けるって本当基礎的な能力がめちゃめちゃ高いのかね、うん、あと何か特化したものがあればいいと思う。ボクサーは全てに優れてる必要なくてもいいと思う俺は。あれそうでもない、いや結構ボクシングだけっていう人いるんですよね。どういうこと、球技全くできひんとか。ああ、ちっちゃい時からやってるんで、うん、まあパンチ力だけはめちゃくちゃあるとかさ、スピードはめちゃめちゃ速いって、これ別に経験じゃないじゃん、キャリアじゃないじゃん、うん、だそういう身体能力はでもなきゃダメだと思う。あとはもう体が頑丈とかね、あとなんかリズム感が変なやつとか。あ、もうそれすごい、それも教えれないですもんね。そう、リズム感変なやつがいい。いや、マジで当たるから、パンチ。あと空気読まないやつとかね。いや、もうこの間の古武術の話でもそうだけど、いるんだよ、そういうの。あとはもう目そらさないっていうのが大前提ありません、
だからね、昔ね、俺が選手だった時に聞いた話だと、とにかく昔はね、パッてリング上げちゃう。要するにさ、選手一人育てるっていうのは手間がかかるわけです、うん、で、当時なんていうのは、当時っていうかもうね、そのもっと前の話かもしれないけど、じゃあプロボクサーになりたいっていうのはもう来ると。特にかく横浜光ジムなんて、畠山孝則さんの効果でさ、うん、俺がプロテスト受けようとしてる時なんてもうとんでもない数のプロ志望者が来るわけよ。で、そっからさ、結局はさ、トレーナーとしてもさ、才能あるやつだけピックアップしたいわけよ、うん、で、ピックアップするのはまず一番いいのはリングに上げちゃうと。リングに上げてやらせると。で、そこで聞いたのが、一番最初のスパーリングで相手がパンチ打ってきた時に後ろ向いちゃう人はもうダメで、横向いてもアウト。いるじゃん、バーンって横向いちゃう人って、うん、それもアウト。で、下向くのはまだいいって言ってた。で、下向く、こうやって下向くのはまだいいって。で、打たれてクソって言って打ち返すのは合格っていう。だ、そこでその、なんて言うんだ、出来栄えじゃなくて、うん、心根みたいな。そうそう、ハートじゃないけれども、そういう戦える人間かどうか、リングの上でっていうのを最初に見るって言ってた。そうじゃないと、そこまで何ヶ月とかかけて教えてあげて、横向かれちゃったら今までのこの半年何だったんだってなっちゃう、うん、でもそれはどん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 選手が来るからさ、ね、うん、効率がいいよね。今それやってみ、みんなやめるよ、うん、大体スパーリングやらせると来なくなる子多いからね。しかもその間にだいぶ期間持って、うんうん、ちゃんとある程度できるかなと思ってちょっと軽い感じから始めても来なくなる子いますもんね、うん、もう俺もその寸前だったから。ストレート一発一発やめようかな。苦しんだもん本当に。スタミナも切れてさ、スタミナも切れてる時にまた殴られるんだよ。一番最初は本当に苦しかった。叩き合いが勝ち上がれるのは何だと思う？俺は特化してる。いや、もうそうだね、そうだ、そうだと思います。もう本当にもう絵に描いたようなドファイターとか。何か1個でも自信持ってるパンチがあるような選手、うん、もう言ったら相手が反応でこう避けてこう返すんじゃなくて、何があってももうっとこれっていうストレート合わせるぐらいの、もうと本当にそういう特化した選手じゃないと。それさっき挙げた勅使川選手、伊藤選手、小川選手って共通してる？それ共通してないな。いや、俺が思うにはね、俺の、でもボクシングって別にトータルバランスが優れてるのが勝つわけじゃないじゃん、うんうん、ね、あ、もうここは全く勝負しないとかさ、そういうこともできるから。でもどっちかっていうと、まあインファイトに持ち込めるような選手が強いとは思うけど、全然でもその選手とマッチしないな、うん、全然シャワーとする。